シンガポール在住のチューさんからの情報。チューさん、チューさん、これは本当情報網としては完璧な人です。完璧ですか。はい、なんとシンガポールという国はですね、勉強しない子供に鞭打ちをします。叩きます。シンガポールでは12歳で大学に行けるかどうかの進路が決まります。12年、はい、小学校6年生とかですか。小学校6年生ですよ。6年生です。いや本当それでもう大学決まっちゃうんですか。そうですよ。12歳で統一試験が始まり、その後試験のたびにふるいにかけられ、うわかわいそう、わずか 15% ほどの学生だけしか大学に通えない。それだけしてんの、はい、エリート養成システムなわけです、シンガポールは。いやでも全員それを通るわけです、はい、だから無知だ。無知です。できなかったら向こうは学歴社会なんですか。そうですね、基本的には。でそのためですね、親も必死で勉強しない子供には鞭打ちを行うのです、うん、でさらにですね、学校の校長にも鞭打ちの権限が与えられており、校長はずっと鞭を持って、前鞭が校長室にあるわけや。そうそう、前鞭あるんです。ただ仮面はしてないですけども、鞭打ちの前にはあらかじめ親に通知をします。鞭で打ちますよ。親はどういう気持ちなの。親はだから逆に言うたら打ってください。 OK が出た場合は問題を起こした生徒には最高6回まで打っていい。打ち方間違えると痛いでしょ。痛い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 。あの高校の時とかさ、市内で出て、市内だった、バーンってなってるのしなかった、負けたみたいなとこ市内だった。今はさ、あの夜中的にそう体罰はダメだとか、すぐ訴えられるとかなんかあるけど、全然普通に高校の先生にバシーンって言ったケツガーン使われて、そのおかげで歯がガーンって出た。それだせ、それむちはですね、一般の店頭で普通に販売しているらしい。親が子供と一緒にむちを買い求めに行って、子供に何色がいいと聞くらしいです。それは嘘やろ。いや、そんな何色がいい、ね、ほんま書いてありますもん、色。やっぱり叩かれるやっぱ赤のがええかなとか子供にはあるよ。何ですか、子供の時にそういうね、体罰ね、やられて癖になってしまって、大人になっても大人になっても前鞭持って叩いてっていう人も、あの気持ちよくなるんじゃなくて勉強しなきゃっていう、ちゃんと痛いけど、ただまあそういう人もいてはるよな。いてはる、いてはる、それはないよ。その人はだから叩かれたいから、あんって言いたいから勉強をサボる。いやいや、ね、本当そういうやり方もあるということをね、ご存知していただければと思います。さあ、続いてはこちらでございます。